西武、平が中継ぎにいないのでかすぎない？週1回しか投げてこないし。ロッテ、10試合やって1点取れるか取れないかくらいの次元で打てない。広島、阪神やな、なんとか勝ったけど継投が危うかった。広島、次元で巨人。カープ、菊池の走塁ミスに対する荒井のリアクションが強いチームのやることに見えんかった。ロッテ、打線が極貧すぎてシャレにならんのに何の話題にもならん。西武、平は自分がリードしたまま降りて中継ぎに試合をひっくり返されてほしい。ロッテやろこれは。中日というか立浪。パリーグの中だと西武とロッテどっちが真のヤバいチームなんやろ。西武は青山ばかり言われるけど打線の組み方もおかしくない？愛とか猫がそんなに信頼できるかっていうと違うんだろうけど、少なくとも告げよりはいいだろ。巨人、中日は派手にヤバそう、広島は淡々と弱そう。無得点の広島とロッテ定期。ロッテやろ、すべての選手からありとあらゆるパワーを感じない。打者28人で終わった広島。巨人、広島のせいで横浜が空気すぎる。12球団の中でロッテがぶっちぎりで暗黒すぎる。西武は増田も水上もいるのに青山にしたのが意味わからん。巨人は WBC 体制使えなかったから負けただけ定期。坂本が衰えた巨人。昨日の試合大関に完全試合食らってたら伝説になってたやろ。ロッテよし言ってぶっちゃけ屋敷用未知数すぎてヤバいよな。新外国人の抑えが使えず逆転負けの巨人は去年の開幕直後の阪神と被る。巨人が思ってた以上にヤバかった。西武と日ハムは全然上がり目あるわ。ロッテなんかと比較にならん。西武はなんだかんだで山川がなんとかするやろ。ロッテと広島。ロッテはプロ野球ワースト記録いくつも更新しそう。春楽天は毎年強いからハムはまだわからんな。ロッテはチャンス作っててあと1本が出なかっただけやからやれると思う。